すべてのものに陰気陽気というのはございますな、何にでもございますが、とりわけこの陽気な場所の、寂しさというものは、これはかような会場でもお客様がお出ましになりまして、で掃除をしようという前の一瞬がものすごく寂しいもので、お料理屋さんもそうでございます。これからいよいよお客様をお迎えをしようというんで、すっかり掃除ができて、表打ち水までして、森塩をして、さあいらっしゃいというその時が一番寂しいんでございますね。柳橋に万八といういいお料理屋さんがございまして、その打ち水のしてある、掃除の行き届いた新刊としている店先へ立って、誰かいませんかな、もし誰かおらんかな、はい、いらっしゃいまし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 、おお、おぜいさん出てきたな、姉さん方、うん、すっかり支度をして綺麗だな。私はな、当家は初めてだ。こんな田舎じじいでも客にしてくれますかな。はい、とひょいと見ると、勇気の上下、献上の帯をキュッと締めて、尻をはしょって怪奇の桃式セッタバキ、ほこりよけと風よけに、エリック瓶のところにこんちりめんのきれい巻きつけて、どうぞお上がりくださいますように、客にしてくれるかな、それありがたい、じゃあお客になりましょうか。ところでね、お姉さん方や、わしゃ妙な気持ちの男でな、女の人に用を言いつけるのがこれは苦手なんだ。何のかんのって用を足してもらいたいのは男に限るが、わしのそばにいていて用を足してくれそうな男衆はご当家にはないかな。おお、さようでございますか、男がよろしいんでございますか。じゃあただいまお呼びいたします、お待ちくださいまし。ちょいと喜助さん、喜助さん、へい、ご用様で、こちらの旦那がお前さんをそばへ置いて、いろいろ用を足していただきたいとこうおっしゃるんでね、この旦那様にご贔屓になってくださいよ。おさよなんですか、これはありがてえよって、お初にお目にかかります。私は万八の喜助でございまして、お見知りをおかれましてご贔屓に願いたいもんでございます。こりゃ気の利いた若い人さんだ。じゃあ頼みますぞ。ところでな、喜助や、あそこに籠屋が立って待ってるが、お商売行ってお金を二両借りてきておくれ。へへ、かしこまりました。へへ、お商売今結構な旦那様が乗り込んでいらっしゃいまして、で籠屋さんに使わすとおっしゃいまして、二両金のお立て替え。おお、そうかい、ラッラ持っといで、お待ちどうさまでございます。あいあい、ありがとうありがとう。籠屋さんや、こっちおいで、お前さん方にお立ちを払うから、いいか、さあさあ若いし手を出しなさいよ、いいか、ほらこれを二人で分けて。へ、こんなに担当ちょうだい。まあまあいい、まあいい、多いか、多い分には差し支えがない。それからね、籠の中に入っているその風呂敷包み、ちょいとその上がりがまちのところへ置いといてくれ。あ、いやいや、この若い者が片付けるから。あ、でもお前さんには用がない。
さあ次の仕事に行かんなさいよ。いやそんなに礼を言わなくたっていい。いいもんだなみんなな。キスケ、今籠屋が置いてった風呂敷包み、形は小さいがあれでちょいと重いものが入っているんでな、気をつけてどっかの小座敷へしまっといてくれよ。それでは姉さん方、お客にしてもらってわしは2階へ上がりますぞ。いいな、後藤家はいい木口が使ってあるし、造作もよし。この川を一目に見晴らしたというこの景色はまた言うに言われないな。さすがは柳橋だ。いいなあ。さあさあ、川ばっかり眺めていたって始まらないから、座敷で私が陣取るところは、おお、これにしましょう。この柱を背中にして、こいこうお膳を運んでもらう。床の間、いかんいけないよ。床の間は私はもう苦手だ。床の間ってえのはこっちから見るところでね、背中にして座るところじゃない。ところで、キスケ、芸者衆を呼んでもらおうかな。若いところをね、七八人呼んでもらおう。それから大戸島の姉さん方、幾人来たっていいが、これも七八人揃ったらば揃えておくれよ。これは吉原い使いをやってな、で手空きの太鼓持ちはみんな来るように呼んどくれよ。それでわしはここで手酌で飲むから、お酌なんぞされると酒がうまくない、悪く思わないようにな。じゃあ頼むよ。こんばんはって入ってくる、昔の芸者は敷居越しにこう三つ指をつきまして、こんばんありってなこと言って横顔を見せる、あれが挨拶なんだそうですね。どういうわけで横にこう顔を見せるのかと思ったらば、横から見ると大抵な鼻は高く見えるそう。一つの計略でこう蓮に座って横顔を見せる。横から見てはっきりしねえ鼻ってえのは一応考えなくちゃいけません。来てくれましたな、綺麗だね。いずれをあやめかきつばた、目が覚めるようだ。物言う花てえのはこれかな。キスケ、ちょっと商売行ってご寮借りてきとくれ。結構な旦那様、ご寮の大立て買いだって。おい持っといて。お待ちどうさま。これは姉さん方お前方のご祝儀だ。仲良く分けてな。今もこのお姉さんにそう言ったところだが、決してわしが客でここに座ってると思うと気詰まりだから、客のいないところで勝手に騒ぐという、そういう心持ちでな、飲み食いは勝手にして、で喋りたいことを喋って、三味線が弾きたかったら弾いてな、で楽しんでくださいよ。わしはそれを見るのがまた楽しみだと言ってるところに、今度は少しドスの効いたこんばんはってなのがずろいと、ほら来たかい芸の達者だな。お前さん方はこっちに陣取んなさい。若い子の間へ入るってえと向こうで気詰まりだ。みんな来た、お子さん方行儀がいいね。こりゃお姉さん方のお前さん方の仕込みがいいからだよ。せいぜいよく仕込んでくださいよ。行儀がいい。ところで喜助、ちょっとな重量を借りてきてくれ。結構な旦那様、重量をお立て買いだそうね。そうかい、持っといて。お待ちどうさまで。これは姉さん方お前さん方のご祝儀だ。勝手なことをして今夜は遊んでおくれよ。今度はゾロゾロって減ってきたな太鼓持ち。あれはもう一度会ったって100年も飼いなじんだチンコロみてえ。
物驚きをしませんから、いよこれはこれは旦那なんてのがゾロ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 、ご苦労だったな、遠いところをな。キスケ、へい、ちょっと15両借りとくれ。へい、かしこまりました。へへへへ、お帳場なんだい。へへ、結構な旦那様お立て替えだろ。へへへ、その通り、お前が笑うってえとお立て替えなんだよ。え、まあしょうがない、いくらだい。15両。いい、じゃあこれ結果出ないよ。へへ、かしこまりました。旦那様お待ちどうさま。おお、来たか来たか。おい、これはなお前さん方の祝儀だ、仲良く分けなさいよ。で今夜は勝手なことをして遊ぶ、いいかな。ああ、決してわしに気兼ねをしないでね。勝手なことをして遊びな、座り相撲を取ったっていいし、そう、サイコロを伏せてもいいし、勝手なことして遊ぶんだ、いいか。ああ面白い。あ、キスケ、へ、お前方はじめ姉さん方のご祝儀、板前さん、それに下足番、みんなにやるのまだ忘れてた、ちょっと20両立て替えてもらっとくれ。へへ、かしこまりました。お帳場、笑うなよ。笑うんじゃないぞ、お前が笑えばお立て替えだ。え、笑っちゃいけないよ。結構な旦那様。ダメ、どう見たってまだ半分か言いません、ね、20両のお立て替え、ダメダメだよ。ダメですかね。ダメだと思う。うちは金貸しじゃありませんよ。さっきから随分お貸ししている、初めてのお客様、いいかね。え、今ございませんって断んな。だってこれだけの屋台骨で、屋台骨はどうだってな、そこを断る、いいかね。ありそうに見えましてもないのがお金でございます。ただいま20両の金は帳場にございません。方々をかき集めまして、五穀お手元までお届けをします。こう言いなさい。さようですかね。まあしょうがありませんね。混んだのがこっち行こう、みんなゾロゾロと回ってくるんだ。我々の方に流れ込んでこようてえ時に、はあ、支払いは止まりましたかな。運がないんだ。何を言ってんだ、早く言っといで。旦那様、それがでございますね。ただいま、何かい。ありそうに見えてもないのがお金だから、20両の金が帳場にないから、方々をかき集めて後ほどお手元まで、とこういうのかい。立ち聞きをなすったんじゃありませんか。へえ、その通り。そうか、こりゃ私も悪かったね。初めて来たうちでそのいい気になって立て替えろ立て替えろじゃ、そりゃ腹は立てなさんのが無理はない。キスケ、へえ、さっき籠屋が置いてったあのウコンごめんの風呂敷包み、あれちょいと持ってきてくれ。はしご段で滑ると飛んだ怪我はするぞ、重いからそのつもりで。おお、来たか。もっとこっち引き寄せてくれ。さあ風呂敷包みを解いて、その柳ごりをこっちへ押しとくれ。この中には、と蓋を取ると中は小判でぎっしり。この蓋はちょいと持ってとくれ。今立て替えを払うから、最初が2両だな。さようでございます。あとが、5両か、それから10両のからあとが15両か、それから20、そこでもってお断りをしたんでございます。あ、そうか。じゃあ建て替えはこれっきりかないのかい。このとこデコボコができたな。これしっかり、これがねお前方のご祝儀だ。へい、こんなに多分にありがとうさま。それからこうぐーっとこう一かき書いて寄せ集めたのが今夜の勘定だが、これで足りるか。へえ、これはもう
足りるどころの沙汰じゃございません。今月ずっとご当流になりましてもお釣りが参ります。あ、そうかい。いや、多い分には構わない。じゃあそれだけとして、あとね、これ持って帰るのも大変だな。どうだ、みんなここで小判を巻くからしろってくれるか。え、その小判旦那が巻きますって。へえ、え、そうなれ。なんだおい、鉢巻きを人前肌脱ぎになって喧嘩するんじゃない。ええ、喧嘩じゃございませんが、しろはしていただきます。そうか、じゃあ姉さん方もしろうか。うん、かんざしやあの郊外なんぞおるといけないからな。それあのひとまとめにまとめて踏まないところへ置きなさいよ。からあ、お姉さんの中から二人三人こいこう出てきて三味線を弾いて太鼓を叩いてもらいたいな。お前さん方は三味線弾いたり小判をしろったりできないだろうから、このところこうやって固めとくからね、これ後でもって分けとくれよ。じゃあいいか、みんな巻くよ。ほら、滑って転ぶなよ。ほら、ほら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 、わあ、危ない危ない、ほらほら、あ、転んだ転んだ。え、怪我しやしないか、大丈夫か。ほら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 、よいしょと。ああ、これでみんなだ。面白かった、いい心持ちだ。はい、さようなら。なんだい、二階の際にはなんだい。なんだかんだのお玉がいけてえくらいの、何をくだらないことを言ってる。これこれご覧ください、あの籠屋が持ってきましたね、小さな柳井氷、中は小判でぎっしり、お立て替えだのご勘定だのこんなに頂戴して、あと残ったのを持って帰るのも面倒だから、パパパパパパ、みんな巻いていっちまいました。そうかい、後をつけろ。へい、かしこまりました。おいおい、若いし看護一丁頼むよ。万八の着付けだ、顔してだろ。はい、よし。あのね、今柳橋のたもとでもって看護に乗ってる人ね、あの人の後をつけてくんだよ。いいかい、頼むよ。よし、はい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 、どこへら行ってる。今本庄でございます。本庄か。ふんふん、はい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 、だな。向こうの勘は止まりましたよ。じゃあこっちも止めてくんなくちゃいけない。行き過ぎちゃ何もならねえ。ちょっと履き物を出してくれ。え、向こうも降りた。よし、こっちも降りよう。いいかい、勘定は店に取りにしてくれよ。ご祝儀も。いいかい、分かったね。ところじゃねえ、こっちはもうあれ見逃したら大変なんだが、いい好ましそうに歩いてくねえ。なんだろうな、あの金の使いっぷりじゃ海賊の張本だね。削り食えもんてえな、あの人じゃねえか。ここはちょうどお前木場だぜ。もう少し行きゃ先の土手だよ。すごい小舟かなんか来てるんだ。おかしら、こりゃボンと来るんだよきっとね。そうでもなさそうだな。来てみるとこれ天狗様かな。天狗様なら羽ばたきぐらいしそうなもんだね。パタパタパタってやってくれりゃこっち安心するんだがね。あそこで立ち止まって戸叩いてやがら。え、おかえりおかえりおかえり、ギーッと開いたね。パタンと閉まった。なんだいこの家は。これは見たような家だと思ったら、奈良物旦那様のお店だね。奈良物店へ入るくらいじゃ、こりゃ何か引っかかりだな。聞いてみよう。こんばんは。こんばんは。はい。誰だい。万八の木助でございます。木助来たよ。木助が来た。開けてやんな。ガラ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 。さあこっちも入り。こんばんは。お、これは驚きました。
大番頭さんはじめ番頭さん方はずっと並んで、若い人さんから小僧さんまでお店総出でございますね。つかんことを伺うようでございますが、ただいまこちらへお入りになりました方。ああ、お前の店行ったのかい。そうかい、あの方はうちのね旦那様のお兄さんだ。ほっ、さよでございますか。どうりでお顔を存じませんと思いましたが、お兄様でお見かけもしません。うん、あの方はね、用取るのは奥だってんで、うちの旦那様に用譲っちまって、ご自分じゃ紀州の山ん中で暮らしてる。材木の切り出しをしながらね。それでもどうもお金がたまってしょうがねえんだな。施しもなさるんだが、時々あの通り千両ぐらいお金がね、あれ埃りとおっしゃってるがね、埃りがたまるとどっかへそれをはたきにいらっしゃるんだが、お前のうちは初めて。あ、いやいや、柳橋が初めてだ。そうだ、お前のうち行った。うん、男をそばへ置いといてよう、え、それを着付けお前が受けたまわったのかい。さようでございます。おかい、お立て替えがあったろ。ございました。最初が2両、それから5両、10両、15両、20両。え、そこでお断りをしました。そうかね、初めてのうちじゃ大抵20両になると断るね。そこを我慢して用立っておけばまた気に入っていらっしゃるんだがな。差し詰めお前なんざんとに裸にされてね、人だる中へ放り込まれて、ぬかの代わりにこう小粒と小判でこうぎっしり詰められてね、頭の上におもしに千両箱の2つも乗っけてもらいたいんだが、あー、お仕事をしたな。せっかくのところで、これはえらいことになりました。誠に恐れ入りますが、勘を読んでいただきたい。どうしたい。今のお話で私は腰が抜けました。やっかいなやつだ。帰ってきて帳場にこの話をすると、さすがにこれだけの屋台骨を預かってる人だけに考えが違って。そうかい、いいよいいよ、お詫びをすりゃいいんだろ。お詫びは少し大げさだが、祭りの思考で行こうじゃないか。柳橋だけじゃ手が足りないから、堀井も透けてもらってね、土地だから矢倉下も渡りをつけてね、から中の太鼓持ちは総出でもって一つ手伝ってもらおうと。これからお祭りの思考、一番先には底抜け屋台。テレンガテンテンド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 ン、テレンガテンテンドンドンドン、テレンガテンテンド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 ン、テレンガテンテンドンドンドンって、あの陽気なもんで、角かと言って止まるとちょーんと木が入って、その後が屋台が続いて、ここで芸者衆の手踊りがある。しばらくこの行列が途切れたと思うと、牛が出汁を敷いて手こまい姿でもって、いやーあーててん、どんどどんどんどんてんどんてんって大変なわけのもん。一番後から太鼓持ちが揃いの反転で向こうパチが、みこしを担いで、あっそう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 あっという大変に陽気な催しでございますから、土地っ子は喜んじゃって、今年は祭りが2度あるぞなんて手伝いが入ったんですから、矢が上にも盛り上がってきて、この行列が奈良物周りをぐる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 回っていると、2階の障子がさっと開いて、おお、そこにいるのは万八の喜助じゃないか。おい旦様、先立ってのお詫びに参りました。そうか、いやー、これはまたいい目の保養をしましたよ。旅のうさを晴らしてくれた、ありがとう、礼を言うよ。
二三日うちにまたお邪魔をするから、え、お出かけくださいますか。お待ちもしております。さーっと潮の引いたように引き上げてしまった。三日の間に来るってんですから、もう両国橋も柳橋もみんな物見が出ているんですから、大変なわけなの。ちょうど三日目の晩、小さな風呂敷包みを首と前に巻きつけて、資料はしょって海域の桃敷に競った、後金をチャラ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 やりながら、キスケはいますかな。おお、旦さんもおいでになった、おいでになった、おいでになった、さあさあおいでになった、いらっしゃいまし、先だってはどうもとんだご無礼をいたしまして。いやいやいや、祭りの思考は面白かったね。あの出汁の人形をカツオ節でこしらえなすった、あれにゃ恐れ入ったよ。カツ節の出汁の人形をほぐして町内へ配ったが、とうとう配りきれないほど、いやいい思考だったな。あ、時に今日はちょっとね急いできましたし、カゴは遠くで乗り捨てたんで、ちょっと疲れた、この縁台で休ましてもらおうか。ああ柳も芽も吹いたな、紀州の山でも木は育っていくだろう、ああいい眺めだ。時にねちょっと借りたいものが、かしこまりました、これが2両でございます旦那、これが5両、10両、15両、20両、40両、50両、まだございます。いやそうじゃない、タバコの火が一つ。